鶴本幸は大阪府泉市出身の元プロ野球選手、宇藤右内、泉市立池上小学校、泉市立府秋中学校と地元の小中学校で学び、高校は徳島県の生高学園高校へと進学した。生高学園では3年時にはエースナンバーを背負う。最後の夏は徳島大会で準決勝へ進出するも、この年の優勝校である、 徳島商工に延長13回にも、高校卒業後は大阪商業大学に入学するも中退。2009年に四国九州アイランドリーグの徳島インディゴソックスに入団。2009年は12試合に登板して、勝敗、セーブなしで防御率2.38。2010年は主にリリーフとして37試合に登板し、1勝3敗13、セーブ。 防御率2.32の成績だった。2010年10月28日、ドラフト会議にて、広島東洋カープに7位で指名された。11月5日に、球団から指名挨拶を受け、そのまま正式契約を結んだ。仮契約を経ずに正式契約を結ぶのは、異例で、2010年のドラフト指名選手の中で、最速での契約となった。2013年10月1日、 球団から戦力外通告を受け、現役引退の意向を示している。引退後は、地元の泉市に戻り、泉市所属の草野球チーム、泉レッパードに参加している。2020年5月には、YouTube チャンネル、原本チャンネルを開設し、動画配信活動を開始した。徳島時代球速は、最速時速 147km。インディゴソックスではリリーフとして起用され、 プロ入り後も中継ぎ抑えでの登板を希望している。また2009年12月から翌年2月までは、アイランドリーグの契約期間外で無休だったため、大阪の実家で運送業のアルバイトをしていた。勤務内容は夜を徹して、冷蔵庫など重い荷物をトラックへ積み込む作業。その仕事のおかげか、握力は右手で 61kg を記録した。 2010年のドラフト会議で指名されなかった場合、野球を辞めることを決意。以前から興味のあったという料理人になろうと思っていたという。幼少時から広島ファンと話していたが、2011年1月、当時解説していた自身のブログに当時の自身の苦しい心境を綴った内容があまりにも過激で、ともすれば、 自身の所属する球団に対し、カープをもないわなど侮辱する内容。NPB 以下の数値は、四国アイランドリーグプラスウェブサイト掲載の各シーズン選手成績による。ありがとうございます。